吉宗評判記暴れん坊将軍。役目でな。たい、ここでよ。行ってくるぞ。はい、父上、お気をつけて。行ってらっしゃい、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい。今日は旦那、元気ないですね。今朝特別気が重いらしいの。大切なお役目で。大変ですね、昇進ってお仕事も。まったくだ。お、さあ行こうか。うん、じゃあ、ごめんなさい。運ぶ御用金二万両が奪われたと。はあ、けしからん。越前殿、護衛の者どもは一体何をしておったのじゃ。勘定方より十名、町奉行所より三名、同心一名を残してことごとく絶命いたしました。忠相、賊は御用金と知って狙ったのか。人気のない場所を選び、一気に襲いかかった手口を考えますと、おそらくは。妙だな。江戸を立つ時刻や道筋は限られた者しか知らぬはずではないのか。越前殿、同心が一名だけ生き残ったと申されたな。は。少々都合が良すぎはしないかな。その者の名は沢村孫太夫と申します。すでに20年余りもお役目を務め上げ、さしたる手柄も立てぬ代わりに実直な勤めぶりで、とても大それた罪を犯す男とも思われませぬが。しかし人間魔が差すということもある。何にせよ御用金が奪われるとは公儀の威信に関わること。必ず下手人を捕らえねばならん。お前たちも四谷大木戸あたりを探ってくれ。二万両を積んだ荷車、見たものがあるに違いない。タイ、お礼を。お世話になりました。お奉行所の方々にもどうかよろしくお伝えください。
田さん、ちょっと。何ですって、父が賊の手引きを。そうだ、奉行所の者たちはみんなそう思ってる。そんなバカな。まあ聞いてくれ、何もかも沢村さんに都合の悪いことばかりなんだ。御用金の出発する時刻や道順を知っていた。しかも警護の武士たちの中でただ一人生き残った。でも父上は現に怪我をしているではありませんか。それも打ち合わせの上かもしれない。一人だけ無事だと疑われるから命に別状がない程度の傷をつけた。龍之進様、あなたまで父上が賊の一味だと思っておいでになるんですか。お願いです、本当の気持ちを聞かせてください。私は大さんと夫婦になる約束を交わした男だ。できれば沢村さんを信じたい。龍之進様。だが行列が襲われた状態を考えると内通者がいることは確かなんだ。これは八丁堀刀身として自信を持って言い切れる。それでは父上を許してくれ。十手を預かる者として見逃しができない。今日明日のうちに厳しいお調べがあるだろう。わかりました。父上への疑いはきっと私が晴らしてみせます。じゃねえよ。なんだって沢村の旦那賊の手引きしたって。奉行所のやつらどこ目つけてやんだよ。なおさ、本当だよ。あんな真面目で優しい人が盗人の仲間入りなんかするわけないじゃないかね。お前さん、そりゃそうだ。ああ新さん。頭、何を憤慨してるんだ。新さん、ちょうどいい時来てくれた。実はね、この娘さんのお父さん御用金泥棒の一味にされかけてんだ。沢村孫太夫とか言ったな。あんたがあの同士の娘さんか。この方どなたですか。立ち聞きするなんて失礼です。あ、大さん、あの いんだよ新さんはね。あ、いいんだよ。あ、新さん、新さんがそこまで知ってんだら話が早いや。沢村の旦那そんな馬鹿げた真似するわけねえんだよ。新さん頼む、なんとか旦那を助けてやってくんねえかな。この通りだよ。うん、沢村さん、今何してるんだ。傷のお手当てをして休んでます。そうか。奉行所の様子は聞いたか。ええ、みんなが父上のことを疑ってるそうです。お奉行様のためにも身の証を立てなくてはと言ってました。何、身の証を。徳田新之助、貧乏旗本の三男坊だ。沢村さん、あんた御用金を奪った一味に関わりがあるのか。バカなこと言うな。関わりがないからこそ腹を切って身の証を立てようとしているのだ。それが間違いなのだ。真実潔白ならばなぜ死ぬ必要があるのだ。娘さんのためにも生き抜いて疑いを晴らすべきではないのか。しかしこの傷ではそれもできぬ。わしを疑っている奉行所の連中が本気になって下手人を探すはずもない。切腹すれば少なくともわしの無実は認めてくれるだろう。タイのためにもその方がいいのだ。徳田さん、頼む。わしを武士らしく死なせてほしい。死ねば何もかも型がつく。そういう考え方は俺は嫌いだ。父上、お願いします。私も同心の娘。
め組の人たちの力を借りてできるだけのことをします。いいですね父上。一つだけ聞きたいことがある。あんたが御用金の警護をするのを知っていたのは誰だ。お奉行と筆頭与力とそれだけだ。その他の誰かに話した覚えはないのか。ない。タイにさえ黙っていたことだ。さあ父上。どうだった。荷車を見た者は誰もいません。そうか。しかしいくら朝が早いからといったってあれだけの荷物だ。誰か見てるはずだ。やはり何かに詰め替えたようだな。私もそう思います。よし。さんが御用金泥棒を探そうってんですかい。はい。父上の疑いを晴らすにはそれしかないんです。しかしね、多江さんは女だ。そんな危ねえ仕事はお奉行所に任せておいた方がいいんじゃありませんか。いいえ、お奉行所の方たちはみんな父上が賊の一味だと思ってます。そうだ、それなら新さんだ。そう、新さんに任せときゃなんとかしてくれますよ。ああ、そうだよ。でも私は自分の手で下手人を見つけたいんです。お願いです、私に力を貸してください。お願いします。皆さん、よし、ここで引き下がったんじゃ男じゃねえな。あ、ここは一つ大佐のために一肌脱ぐじゃねえか。いいともよ、一肌でも二肌でも全部脱いでやろうじゃねえか。よしよしよし。大佐、俺たちは何をすればいいんです。もう一度父上の襲われた場所を見たいんです。ごめんですかい、とは言っても何が手がかりになるんですかね。とにかく探してみようや。そうするか。開けてみろ。気をつけろよ、何が減ってるか分かんねえぞ。どうぞどうぞ。カメ、おめえが見つけるのはそんなもんだよ、このバカ。どうせね、いいですよ、お役に立ちませんよ。なんだお前たちは。タエさん、こんなところで何をしてるんだ。御用金泥棒の手がかりを探してるんです。バカな、そんなことは我々奉行所の者に任せて帰りなさい。父上を一味と思っている方たちのお世話にはなりません。しかし素人が深入りし危ない。私にはめ組の人たちがついてます。大丈夫です。失礼します。どうもご苦労さんです。いや、ごめんなさい。どうも。こんにちは。なるほど、何かに積み替えて運んだのか。はい、間違いございません。よほど計画を練った上かと思われます。それでその御用金の行方はつかめたのか。おそらく四ツ谷から市街あたりに隠されたということは確かと思いますが。まあ、諦めずに探すことだな。はい。よし、俺も行こう。やれやれ、くたびれ儲けだったな。もう
つぶつ言うんじゃねえよ。あ、一日中ずっと歩いてたじゃねえか。なんで、なんで、なんでよ。なんで、なんで。きれい。なんて向こう一の真似しやがって。もし新さん来てくれなったらどうすんだよ。今頃あの家来たぞ。あ、すみません。本当だよ。少しはね、身の程知らなきゃダメじゃないか。すみません。すみません。そんなにこの人たちを叱らないでください。無理に頼んだのは私なんです。叱るなら私を叱ってください。いや、とんでもねえ。大体こちらはあんたを止めなかったからいけねえんで。そうだよ。だけどなんで新さんに早く相談しなかったんだよ。頭やおかみさんは新さん新さんって言うけど、私はこの人知らないんです。大さん、お前もうご迷惑はかけません。私一人で下手人を探し出します。失礼します。おい、あ、お嬢さん。気の強い娘だな。怒らないでね、新さん。普段はあんな人じゃないんだけど。いや、父親の汚名を脱ごうと一生懸命なんだ。それなんかしら。え、みんなのおかげで襲ったやつらの行方を突き止めることができるかもしれん。そうなれば大手柄だ。でしょう。狙いが良かったんだよな。そうだよ、ここが冴えてるもんな。何も怒られることはねえんだよ。ガミ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 。あ、調子乗んじゃねえ。すいません。すいません。大さん、沢村さんの具合どうだい。父上を疑っている方とは口を聞きたくありません。おい、待て。沢村さんを疑ってんな。十手を持ってる俺だって言ったろ。俺の本心は無実の証拠をつかみたい気持ちでいっぱいなんだよ。だから今日俺は襲われた現場行ったろ。何とかして新しい手がかりをつかみたかったんだ。これは奉行所とは関わりのないもう一人の俺の取り調べだ。その前大さん分かってくれると思ってたよ。龍之進様。くださるならお金の行方を調べてください。ご用金を運び込んだ家があの辺りにきっとあるに違いありません。徳田様は父上の切腹を止めてくださいました。それはありがたいと思ってますが、でも私は自分の手で
父上の無実の証を立てたいのです。龍之進様、どうか力を貸してください。お願いします。わかった、できるだけのことはしてみよう。しかしこれからはあんまり無茶な真似はしないように。徳田新之助と申す。何のご用ですか。父上にちょっと。この方は許嫁の高田龍之進様です。妙さんが危ないところを助けられたそうで、すまなかった。明日また様子を見に来る。妙さん、父上はあの男に御用金の話をしなかったかな。今度は龍之進様が賊の一味だと言うんですか。あなたのような人の顔は二度と見たくありません。大佐。道順が漏れた様子はないと言われるのか。はい、勘定方でも秘密は保たれておりますし、奉行所の同心三名も他言をした形跡はございません。確かだな。はい。上様、この度の不始末、町奉行職として申し開きの余地はございません。何卒しかるべきご裁断を。忠相、それが相手の狙いではないか。孟子、いかにも勘定奉行の脇坂殿も飛行同様お役御免を願い出てまいった。忠相、これしきのことでお前に楽をされてたまるか。諦めろ諦めろ。上様、上様、何かつかめたか。あ、浪人の一人が札差大和屋の別宅に。そうか、札差も絡んでおったか。その大和屋はお園が見張りを続けております。ご苦労だった。札差とは、旗本御家人が俸禄として支給される米を担保に金を貸し付ける商売である。この頃初めて株仲間を許され、その数は109件に上った。一時ほど遊んできなさい。はい。あんた方の取り分です。好きなようにお使いなさい。おい大和屋、二万両の仕事をして200両か。おいおい、いくらなんでも少なすぎるぞ。私が手を引きは、あんた方のような不良の旗本は間違いなく甲府行きですよ。それでもいいんですかい。いや、それは困る。山流しはごめんだよ。江戸にいればこそ面白おかしく遊べるんだ。甲府勤番だけは堪忍してくれ。でしょ。だったら文句を言いなさんな。さあさあ。わかったわかった。
大和に会っちゃかな。よし、きれいどころ集めて派手にやるか。いかいか。あんた方らは太平楽で結構だ。こっちはそれどころじゃないんですよ。お、何かあったのか。生き残った同心の娘とめ組の居候が私たちのことを嗅ぎ回ってるらしいんだ。そんなことか、任しておけって。いつでも消してやろう。まあまあ、私の方も手は打ってありますから、いずれお願いいたします。さて、明日の夜ご一緒に。ほら、あの人に会わなくちゃなりません。御前に。そう、ご用意はいいですか。河合多門と中岡庄三郎か。はい、話の内容までは分かりませんが、三千石と二千石の旗本で、人物行状ともあまり芳しくないようです。もう一つ分からぬことがあると仰せられますと。その連中は賊の一味だとしても、なぜ御用金を運ぶ人道順を知っていたかだ。よし、大和屋の見張りを続けてくれ。はい。父上の具合はどうだ。あんたが俺を嫌ってることはよく分かってる。だがどうしても父上に聞かねばならんことがあるんだ。会わせてもらうぞ。札差の大和屋と旗本たちが御用金を。そうだ、まず間違いはないが、どうしてもあんたに思い出してもらわねばならないことがある。何です。殺された勘定方の武士と同心二人の身寄りを詳しく調べたが、昨日のお役目を漏らした様子はない。残るのはあんただけだ。どうだ沢村さん。何と言われても覚えはない。そうか、邪魔した。太さんに会いに行くのか。そうだ。失礼さん。まあ待てよ。あんたはなぜいつもそうギラギラしてるんだ。何。あんたを見てると駒を思い出す。待っているうちはいいが、勢いがなくなるとコロリと倒れる。危なっかしくとならん。余計なことは言うな。俺はなんとかこの同心暮らしを抜け出したいんだ。一生十手を持ってうろつき回るなんてごめんだ。出世だけが生きがいなのか。当たり前だ。他に何の生きがいがあるって言うんだ。他人の生き方をとやかく言える俺ではないが、何よりも大切なのは心ではないのか。心。心か。あんたもそんな寝言言ってると一生うだつが上がらんぞ。大佐。龍之進様。手がかりがつかめそうだ。一緒に来てくれ。やはりあの時のことが。帰れ帰れ。やはり話していたのか。それで
相手は誰だ。龍之進だ。妙の許嫁だけに娘の前では言えなかった。無理もない。その時のことを聞かせてくれんか。沢村さん、どうです、明日の朝行きませんか。いや、せっかくだがお役目だ。またにしよう。お役目。あ、そういえば先刻呼ばれてましたね。ご用金のお守りですか。まあな。だけどどうせ四ツ谷大木戸まででしょ。帰ってきたらって間に合いますよ。いや、早くても5時半にはなるだろう。諦めるよ。そうですか。それは残念だな。じゃあ大さんによろしく。うん。なるほどね。大木戸まで行って帰ってくるのが5時半とくれば、行列の通る時刻が見当つくはずですな。大さんがかわいそう。旦那様になるはずの人が御用金泥棒の一味だなんて。沢村さん、大さんは家にいたか。いや、出かけたようだ。いいか、龍之進が来ていたぞ。連れ出されたのかもしれん。新さん、ひょっとしたら。うすけ、伊住。はい。親父とめ組の居候を誘い出しゃ用のねえ女だ。おけ連れてって可愛がってやる。あいつありがてえや。待て。約束が違うぞ。龍之進、お前はまだこの女に未練があるのか。よせよせ。裏切ったお前など相手にしてくれるものかい。龍之進様、あなたこの人たちの仲間だったんですか。初めから私や父上を騙して。本人の口からは答えにくいだろう。そう、俺たちはな、一つ穴の無事だよ。この男はな、出世に目がくらんでお前を売ったのよ。だろ、龍之進さんよ。おい、連れてけ。やめろ。大佐、大丈夫か。め組の居候だ。キレキレ。大さん、許してくれ。俺は
出世がしたかったんだ。同心家業から抜け出して妻なら あんたを喜ばしたかった。すまんすまん。大佐、龍之進は最後の瞬間になって目を覚ました。龍之進は自分の命を捨ててあんたを助けたんだ。その気持ちはわかるな。龍之進様。大佐。龍之進、沢村さんだけが生き残ったのは俺が頼んだ父になるはずだった人を殺したくなかった。龍之進、しっかりしろ。心、何？あんたの言う通り、俺は人間らしい心をなくしてた。今初めてそれが分かった。遅すぎる、もう何もかも遅すぎる。お前に出世を約束したのは誰だ。大和屋か。相良伊予守、柳まして、大和屋か。いや、当座の小遣いとして五千両か。いや、さすがは大和屋、やることが大きいの。恐れ入ります。ところで大和屋、この者たちを役目につけるためにこのような大金を使って引き合うのかな。はい、いずれそのうちに河合様、中岡様が町奉行、勘定奉行にでもなってくださいましたなら、私どもの商売はますます繁盛ということで。そうかもしれんな。いや、上様は倹約倹約と仰せられるばかりゆえ、お前も儲けに行くかろう。お察しの通りで。お前たちの望みが叶うよう、できるだけのことはしてやろう。何とぞよろしくお願いいたします。どうした。め組の居候にまた邪魔されました。龍之進の内通もバレました。それはまずい。相良様、ひとまずお引き取りを。悪党ども、何をそう急ぐ。どなたで。俺は天下の風来坊、徳田新之助だ。風来坊、おい、知らんのか。若年寄相良伊予守様の御前だぞ。どけどけ。伊予、俺がわからんか。何、上様。相良伊予守、その方、若年寄の要職にありながら御用金強奪一味と結び私腹を肥やすとは何事。大和屋総兵衛、河合、中岡、天下万民に成り代わり、その方たちを成敗してくれる。
旦那！旦那！父上の具合はどうだ。はい、おかげさまで近いうちにお役目に戻れそうです。そうか、それはよかった。今度一緒に釣りでもしようと言ってくれ。はい、あの生意気なことばかり言ってすいませんでした。気にするな。それよりも早く元気になれよ。大佐、龍之進のことは早く忘れることだ。新さん。よよ新さん、本当に魚釣ってたかい。お似合いですね。よよや、不良におまっちゃんが怒りますよ。いかにせんか。おお、そうだ。吉宗評判記暴れん坊将軍、次回は。尾張から刺客が江戸に潜入した恐れがあります。吉宗に唯一最大の政敵がいたとすれば、それは尾張大納言徳川宗春であった。上様が刺客に来ました。あの男たちです。間違いありません。一番恐れていたことがとうとう本当になってしまった。俺は初めから覚悟はしていた。将軍になったその日から命を狙われることぐらいは分かっていた。だが俺は将軍になった。俺が将軍になれば一人でも多くの人々を幸せにできる、そう思ったからだ。助け。次回、狼の里に罠を張れ。どうぞご期待ください。